いゆかりさんです。ストームワークスに原子力の概念が追加されたので使ってみようと思います。なんかもう嫌な予感しかしないのだけれど。そうなんだ。そうなの。でんで、これが核燃料ちゃんです。ウランとかプルトニウムとかいうやつね。あー、それめっちゃわかんない。わかんないか。はい、まっちゃんといった感じで、この筒みたいなやつに入れると熱を発生させます。いくつか束ねると温度が上がりやすくなるみたいですよ。え、これって臨界状態ってやつなのでは。かもね。かもかん。そしてこちらがみんな大好きカリカリサウンドを発生させる計測器ちゃんだよ。原子力と同時に放射線の概念も追加されたのね。で、なんかすごいカリカリ言ってるんだけど。視界もちょっとおかしくなってきましたね。え、なんてことだ。もう助からん。ドーンドーンドーン。できました。何これ。核分裂反応によって生じる熱を電力に変換する装置だよ。つまるところ原子力発電を行う設備ってことね。です。構造はとってもシンプル。お水が充填された原子炉内で核分裂反応を発生させて、そのお水を蒸気発生器と行ったり来たりさせることで蒸気発生器内に熱を伝達させるんだけど、そこには水が溜まっていて熱が伝達されることで蒸気が発生して、その蒸気が蒸気タービンを回して複水器で再び水に戻されるっていう構造だよ。話聞けや。今回はお船ちゃんに搭載することを考えているので、複水器には冷却水として海水を取り込みます。お船ちゃんですか。原子炉の内部は燃料棒6本と制御棒が入ってるのね。はい、制御棒を操作することで核分裂反応をコントロールすることができるみたいですよ。知らんけど。知らんのかい。佐藤ささらできました。これが原子力船ちゃんですか。原子力三道水中力船ちゃんです。原子力三道水中力。このお船ちゃんの名前はニュークリアーエレクトリックプロパルションの頭文字を取ると NEP になることから、ネプチューンにしてみました。ネプチューン。海王星。海王星の惑星記号がトライデントであることからも、三道船であるこのお船にぴったりの名前でしょ。まあ確かに。ところでササラちゃん。はい、ササラちゃんです。このお船ちゃんちょっとずつ傾いてきてない。はい。はいではない。ロー。ローでもない。てなわけで早速乗ってみましょ。佐藤ササラ飛んだ。じゃあクリックで乗り込んだら、まずは発電機を始動させます。制御室はこんな感じ。至ってシンプルな制御室ね。でしょでしょ。小さな窓からは原子炉や発電設備の数々がご覧いただけます。はい、ガッチャーン。今のは燃料棒が挿入された音なのかしら。です。原子炉が温まるまでには1分くらいかかりました。このメーターが原子炉内の温度ですか。今は200度を超えたわね。いい感じの温度になったら制御棒を操作して温度を安定させます。蒸気発生器が100度を超えると蒸気が発生するよ。おお、なんかタービンがローテートし始めたわね。で、これすごいうるさいのだけれど。タービンだからね。タービンだからか。発電量はこんな感じです。単位はわからないけれど、1150にちょっと足りないくらいね。これは蒸気タービン12機がラージジェネレーター2機を回すことで得られた電力だよ。随分とタービンをたくさんつけたのね。はい、そしてこちらが原子炉ちゃん。赤く光ってるのが核燃料だよ。どうしてこんなところに窓が。佐藤ささら。始動したら出発の準備は完了。早速試運転のついでに海難救助に出発です。原子力船で海難救助するんですか。はい、ネプチューンちゃんはウォータージェット推進なので、ご覧の通り海水を後ろに吐き出しながら前進します。ウォータージェット推進。水力変更ができて姿勢制御にも使えたり、プロペラが水に浸かっていなくても前進できるから、水中浴船にはぴったりなのね。すごいな。すごいな。左右への旋回はこの通り、船体を内側に大きく傾けながら曲がります。飛行機みたいでなかなかかっこいいわね。あー、それめっちゃわかる。十分に岸から離れたら、あ、ポチッとなって、浮上用の推進器を起動して船体を浮かび上がらせます。飛んだ。おお、船体の前方にも推進器がついていたのね。前の推進器はバッテリーの都合上一時的にしか起動できないよ。あら、核のパワーといってもそこまで莫大な電力を生み出せるというわけではないのね。見て見て、ゆかりさん、あの AI 船なんか弾き飛ばせそうなくらいちっぽけに見えますよ。やめてあげて。佐藤ささら。このお船ちゃんの巡航速度はこのくらい。ちょうど時速100キロくらいね。無事に離水できたところで、ネプチューン号船内探検ツアーはこちらのブリッジからは大海原を一望できます。こういうせり出してる部分って本来は着弾の時に使われるのでしょうけど、一
人での操船が基本なストア世界だとただの展望デッキ、ね、そうなんだ。そうなの。後ろの部分はヘリが着艦できるようになってるの。これいる？いる。階段を下って1階部分はこんな感じ。え、なんか漏れてない？あ、これこれはね、原子炉直送の新鮮なお水だよ。え、佐藤ささら。こちらが医療用ベッドを2つ備えた医務室だよ。ちょっと狭いけれど、レスキュー船を名乗るには欠かせない設備ね。でんで、これが客席です。ほう、なんかシャンデリアに空気抵抗が発生してそうな動きしてるわね。なんでやねん。なんでもやねん。そんなことよりこの内装結構いい感じじゃないですか。シャンデリアが暴れてるのはさておき、客船っぽくはあるんじゃないかしら。でしょでしょ。特にお気に入りなのがこのカウンターです。飲み物とか軽食とかを提供しているという設定で、食器がたくさん置いてあるんですよ。食器ですか。です。なのでこれはスポットライトではありません。これは固体燃料ロケットではありません。これは温度計ではありません。これは燃料タンクではありません。サイですか。サイです。一番前の扉からは選手のデッキに出ることもできちゃいます。世界は俺のものだ。ささ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 その曲氷山にぶつからない？鉄の船が沈むわけないだろう。あ、はい。佐藤、ささら？3人の死傷者を病院へ連れて行くんだ。はあ、わあって感じで、海難救助っぽいミッションをやってみようと思います。お久しぶりの海難救助ミッションね。死傷者がいるってのはあの船ちゃんかな。 AI 船が増えてちょっとややこしくなったよ。救助者ちゃんの捜索ちゃん。ラビーン、ここから先はこのボートで進みます。このボートちゃん、飾りじゃなかったのね。チャークリク、おーの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 ー。なにやってる。こんにちは、ドスン。はい、ガッチャン。はい、ガッチャン。お邪魔します。高橋です。中橋です。チャーク席。うわー、チャーク席。死んでる。おらー、要求助者ちゃんなんだからもっと丁寧に扱ってあげて。え、やだ。サイですか。サイです。はしごも回収したら特別サービスで自動体外式除細動器をお見舞いしてやりましょう。どう？菊橋です。どう？高橋です。チャーク席。よいしょ。といった感じにボートを回収したら病院のある町へ向かっちゃいました。真下向かい。ここからは私の華麗な着岸テクニックをお見せします。着岸テクニック。ウォータージェットの水力変更を駆使していい感じに岸壁に寄せていくよ。できました。60点。なんでやねん。なんでもやねん。なんでもやないねん。なんでなんでもやないねん。なんでもやねん。なんでもや。到着って感じで、パーティー会場みたいな病院に着いたところで、今回はここまで。いいねください。ごきげんよう。じゃあね。